はい、幼稚園の記者会見は予定を大幅に超える2時間40分ほどにわたって行われ、園のずさんな管理体制が浮き彫りになりました。普段であれば運転手が園児全員バスから降りたのかどうか確認をしていたということですが、当日はその運転手が病気のため休みで、他3人臨時の運転手に頼んだということですが、断られたため園長が運転したということです。その園長、ハンドルを握る回数は数えるほどしかなく、今年度に入っても2回目だったということです。前回もそして今回も車内を確認した記憶はないと話しています。その上でこうした事態に至った理由については次のように釈明しました。ちょうどその時に、後ろをちょっと見たんですね。見るには見た、ドアのところを見てして、したんですけども、そして、あとはちょっと書いてる運行記録ってなんですけど、それに目を行ったっていうのが僕の失敗ミスだったし、次のことがやっぱり年齢的に、一つのやることを一つ忘れてしまうっていうちょっとそういうのがあるもんですから、本当にそういうことは申し訳なかったなと。本来ならばいつも乗らないようにはしてるんですけども、たまたまそういうふうなことが、起きてしまって、3つの人、3人の人にお願いしたんですけども、全て断られてしまった。それで、僕が、やむを得ず乗らざるを得ない理由で。そして今回の事件は然るべくして起きたのか、たまたま起きたのか、記者からの問いかけに対し増田園長は両方ですと答えました。遺族からは幼稚園を廃止して閉鎖すべきだと声をかけられたということですけれども、今後は園長が辞任をした上で安全対策を見直し、園は継続される方針です。しかし今回たまたまの要素を否定できない園長の姿勢に対し、我が子を預ける保護者そして遺族は納得するのか疑問が残ります。